リカルド・サントスこと、リカルド・エンリケ・ダ・シルバドス・サントスは、ブラジル・リオデ・デジャネーロ州、ボウタ・レドンナ出身のプロサッカー選手。トラート FC 所属。ポジションはフォワード。2007年、カルマル FF2 席。翌シーズンはレンタル先のオートビーラベリ FF で、チーム内得点王となる活躍を披露。カルマル復帰後は2010から2011シーズンに、かけて、レギュラーとしてプレーした。 2012年8月、ノルウェーのソグナルフトボールに移籍。2014年12月、中国サッカースーパーリーグの奇襲人は続級クラブに移籍。2016年、J リーグのセレッソ大阪に移籍。2017年は、リーグ戦では9試合無得点に終わったが、J リーグカップでは10試合に出場し、大会2対の4得点を記録した。 2018年1月14日に c e 大阪との契約更新に合意が発表されたが1月26日のトレーニング中に左手骨折で全治3ヶ月の怪我を負うとオスマルイバニエスの加入で登録を抹消された同年4月5日ファジアーノ岡山に加入した2019年2月チャイナートホーオンビル FC への完全移籍が発表された ありがとうございます。